こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、スイングするってどういう意味だろうっていう、これも結構な命題だと思うんですけど、今回ちょっと、メルマガでですね、なんかこうやってほしいことないですかっていうとですね、早速こうご質問いただきまして、電子ドラムでシンバルレガートの練習が上手にできません。ドラムは趣味なのでスタジオ借りて練習まではしなくていいと思っています。別に全然いいと思います。でもたまにはね、生のドラムを叩いてみると気持ちいいですから言っていただきたいなと思うんですけど、自宅ではもう全然電子ドラムで一人で楽しくスイングできる方法があったら教えていただきたいと思いますということですね。電子ドラムでスイングするっていうのは、全然できると思っていますね。で、指の使い方、手首のアップの動画などを見てみたいです。これ結構ちょいちょい上げてるので、こういうのもちょっと他の過去のやつも見ていただきたいなと思うんですが、Jさんありがとうございます。ですね、これに関して僕はまずスイングするってそもそもなんだろうっていう僕なりの考え方ですよ、僕なりの考え。スイングっていうのは英語の意味もそうですけど、こういう、なんかブランコ。で、ブランコって速いのとゆっくりのと、こう、シュンって言って上がふわってしてるみたいな。でこの結局このこれが何が気持ちいいか、このハーっていくとこのスピードが上がっていくとこも気持ちいいけど、一番こう気持ちいいのは ここの部分でこう体育感を感じるのが気持ちいいんじゃないかなと。僕はシンバルレガーともスイングっていうのはそういうことだと思っています。なので同じ四分音符でね、電子ドラムでやったとしても、例えばこれはここの音が聞こえてるっていうのもあるんですけど、これさっきちょっと試してみたらやっぱり録音でもね、ちょっとその感違いが聞こえるんですね。でこういうターンターンと高くジャンプしてるイメージ。で例えば低いところで叩いてたとして、上手い人ってこうイメージ的には、僕よく教えるのはここに、これがこうボールだと思ってボールを投げて、ここで完結するんじゃなくて、このボールをずっと後ろの的に当てるみたいなイメージ。天井に的があって、そこにボールをこう当ててるんだみたいなイメージ。そしたら別に低いとこからでもこうボールをね、こうピンって投げて、ここに当てて、で後ろに当てるみたいなイメージ。だから結局こう大事なのは、このボールが上にいるところもちゃんとこう自分でこうフィールを感じていることですね。そうすることによって、こうポン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 っていうイメージ。僕はこれアメリカに行ってこうフェスティバルを見たら、本当にスイングするドラマがたくさんいて、すげえなと思ったんですね。で何が違うんだろう、じゃあみんな結構多くの人はスティックをすごく振り上げてるっていう感想と、あとそのやっぱりこうイメージしてる音がすごくこう幅がでかいなって感じはすごくしたんですね。もうこうアメリカのフェスティバル行くと、いいバンドを1日に20個ぐらい見てですね、でそれを3日間とか続けるんですよ。ハービー・ハンコックとかそれ辺のクラスの人のバンドたくさん見るとですね、こう日本であんまりライブで見たことのないようなスイング感をみんなが持っている。これは何なんだろう、この気持ちよさは何なんだろう。要は体がこうワクワク動いちゃう感じっていうのは、この、要は四分音符って考えてるんじゃなくて、こう一個一個の音がこうバウンスしてる感じ、こういう。でこの上の空間が、要はこれトランポリンだって考えてみると、よく説明するのはこれ自分だとして、これでトランポリン飛んでたとして、で気持ちいいのってこう踏む瞬間っていうんじゃなくて、こう当たってこうギュッてこう速度があって、ビューンって上飛んでるとこが気持ちいいわけじゃないですか。このここをどういうふうにこう描いてるかっていうことで音にやっぱ現れると思うんですよ。でそこが結構ポイントだと思うんですね。でちょっとこう、せっかくなので、電子ドラムでどこまでいけるかちょっと検証したいんですが、で、音の数値化を僕結構します。で、よくこう、数値化をするとですね、僕もこう、長いことこう、たくさんやってて、僕も数値化がすごく多いと思うんですね。で、そうすると、いや、音はさ、こう、音は数字じゃないからなんて、こう、チャンノンゴンみたいに言ってくる人がすごくたくさんいるんですけど、そういう方は別に無理して僕の動画を見なくていいんですけど、ただ一つ言いたいことはですね、これ今ゴルフのこれあるじゃないですか。でゴルフで体を10度ぐらい前に倒してごらんって言われたら、これっていや体はさ数値じゃ表せないからさなんかっていう人ってあんまいないと思うんですね。結局自分の音がどれぐらいこうずれているのかとか、自分の音がどれぐらいこう上手い人っていうのはどれぐらいのこうそのこの指標で言うと、自分よりもずっと前にいるのか後ろにいるのか、こう感じ方っていうのをたまたまこう数値にするとってことですね。で基本的に見える化するっていうのはすごい大事です。ものっていうのは、例えばダイエットとかもそうですけど、みんな食べてないって言うんですけど、太られる方っていうのは基本的に、僕もそうでしたけど、僕も体重ね20キロぐらい痩せたんで一挙に。
それはもうね、レコーディングダイエットってやつで一発でいきましたね。で結局書き出してみると分かるんですけど、絶対食べてるんですよ。で結局見えない状況で食べてないと思いながら忘れちゃってて、どんどん食べていくんですね。だから見える化しないとできないということですね。お金貯めるのもそうですね。お金貯まらないっていう人が、まあ一番のポイントはですね、支出が多いんですね。タダさんに入ってくるよりも出る方が多いだけの話なんですよ。でそれを結局家計簿つけると大概治るんですよ。だから要は皆さんそうなんですけど、数値化しないと、で数値化せずにお金貯めれる人っていうのがいて、数値化せずに痩せれる人っていうのがいるんですよ。それは自己管理ができる人ですね。音楽もそうで、結局数値化しないとできなかった人は数値化するのが一番早いと僕は思ってます。実際僕もたくさん生徒、こう育ててきて、やっぱ数値化して教えるとあっという間に上手くなるっていう感じですね。なので数値化する方が僕は早く上手くなると思ってます。音は最終的には音です。最終的にはそれは僕も分かってます。まあ、今から数値化させていただきますけど、数値化するっていうのはそういうこう無理に音を数字にこう押し込めてるわけではなくて、数字にするとこうなるから自分はこれから今後こういうふうにしていこうという指標をお話ししているだけなので、別に音楽を全部数字で捉えてるわけではないですね。ここに演奏を録音していくんですけど、でそうするとそのスイングしてる感じの録音だと、でよくある、まあ、そーっと叩くタイプの4ビートで、こういうタイプで、もう一個はこう低く高くこうスティック上げてないけどスイングするタイプっていうか、こう上に的がある感じ。こういう感覚ですかね。では聞いてみると、シャーンシャーン、当たり前ですけど高く上げるとこの跳ねる量がこうものすごく大広くなるんですよ。でこれが何がいいかと、こうエネルギーがあるので、こう例えばこうメロディー歌ってみるじゃないですか。テーテッテッテッみたいなね感じで、こう音をこう前に進めてくれる感じがするんですよ。だからこう低くやって力を抜いてやっちゃうと遅い感じがするでしょ。なのでタッタッタッタタッタ、なんかこう引き戻されるというか、こう前に進めてくれる感じがしないんですよ。でちっちゃくても音、これよりちょっとちっちゃう、まあでもこうピュンピュンってやったから音量大きくなっちゃうんですね。パタッテクテーテパタッテクテー、こうしっかりこうやって弾んでると、まあ要は弾むということと音の質感ですね、このこういうっていうのと、音にスピードがない感じじゃなくて、音にちゃんとスピードがあって上の空間を感じているようにすると、これがスイングすることだと僕は思ってるんですね。そうするとこうエネルギーが与えられて、アドリブとかもダッグリーダッデベいっぱいそのスペースを空けてもスイングさせてくれるから全然寂しくないんですけど、チンチッキチンチッキタッバディーダってやると、もうなんか合間空けたところが何もなくなっちゃう感じがするんですよ。だからこう音の感じっていうのが、そのアドリブがすごく取りにくくなるし、メロディーを吹いてたってすごい楽しくなるんですけど、スイングしてると、スイングしてないとすごくこう苦しくなるというか、なんか引っ張られちゃって、だからドラムの役割的には、一番大事なとこはできてないみたいなイメージになっちゃう感じがしますね。なので音の数値化するとすれば、要はこうこのシンバルレガートの16音符の4つ目とか、僕は5連符の5つ目とか聞いたんですけど、数値にすると、まあどこを基準に取るかによって、そのこう長さって変わると思うんですけど、基本的には3連符の3つ目だとちょっと遅い感じがします。なのでもっともっとこう前の音がターク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 って伸びる、高く高く飛んでるこのスティックを表現しようと思うと、この裏拍の音ってもっともっと後ろに来ちゃうじゃないですか。それが低かったらでやると、なんかスピードが同じテンポなのに
同じテンポならスピード感がない感じがするじゃないですか。こういうのをスイングするとかしないっていうんじゃないかなっていうと、スイングすると自分も共演者も楽しくなるって僕はこういうふうに思ってます。だからレガートするときはものすごくこうちっちゃい音の時の方がもうしっかり回し上げなきゃいけないからすんごい緊張するって感じですね。で音量上げていくともちろん当たり前ですけど、こう実際もう物理的にしんどくなるので汗ぶわーって出てくるし、そういうまあ面白さがあるかなと。昨日もちょっと演奏やっぱりケコリさんとクリアさんとかやったんですけど、ものすごいスピード感で演奏するんで、もうとにかくこう必死でこうやってスイングさせるわけじゃないですか。だからもうビトビトでしたね。もうスーツ帰ってきたらスーツが本当にスーツからこう絞ったら水出るんじゃないかっていうぐらいもう本当に汗かくんですよ。これはまあ運動量もあるんでしょうけど、運動量というよりかはやっぱ集中力と、やっぱそこにこうものすごく集中しているところで汗が出るんじゃないかな。でやっぱりこうスティックも思いっきり振りかぶるし、そういう意味ではものすごいこう、まあ、運動量もあるんだと思います。でもう一つ、質問がありまして、技術がなくても人を引きつけるのにグッとくる演奏をする人と、テクニックあるのに聴いていても何も感じない演奏をする人の差は何だと思いますか。ドラムに限らず音楽全般よねって、あの同じ J さんですけど、まあ、とてもいい質問だったの でこれは僕の持論ですね。グッとくるっていうのはまあちょっと人によります。で技術でもグッとくる人はいるんです。だからあとは歌とかね、メロディアス、そのメロディーが自分の胸に刺さる、メロディーがあるタイプのドラム、よく歌ってるドラムっていうんですけど、こうメロディー、リズムメロディーハーモニーっていう、 こう音の3要素の中で僕一番大事なメロディーだと思ってるんですね。まあそう理由はいろいろあるんですけど、まあ要メロディーには分散和音っていうハーモニーも含まれてるし、リズムも含まれてる。ダドンタンタンタン、クチダンタンタンタンってドミファソってやってる間にフッカダン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 、こうリズムもあるし、分散音によって C っていうハーモニーが聞こえてくるでしょっていう感覚ですね。なのでメロディーの中の一部分を強調したものがハーモニーだけになったり、メロディーの中の一部分を強調したものがリズムだけになったりしてると僕は思ってまして、やっぱ歌おうが一番大事なんじゃないかなって思います。例えばこう電話があって自分の大事な人が亡くなったって電話でこう来て、え、そうなんですかって言った時にこうリズムがドンツクパンツクドンツクパンツクって流れるとこう変な感じがするじゃないですか。リズムパターンじゃなくて、そういう時って綺麗なメロディー聞こえませんか。ハーモニーだけふわーって聞こえるんじゃなくて、やっぱメロディーが頭の中に流れるってメロディーだと思うんですよね。人間ってやっぱメロディーに対して執着があるって僕は思ってます。なので歌なんじゃないかなっていうと、その歌が聞こえる、自分の好きな歌だとか自分のこう意味する歌が聞こえてくるっていう感じの演奏がする人、まあこれを好む人もいますよね。あとはコラボなので、こうよくあるこのバンドでみんな上手いのにグッと来ないっていうことがっていうか、まあバラバラだなって思って聞く時があるんですね。自分のやりたいことが要は3人で喋ってるんだけど、全然3人違う話題で喋っててみたいな、全く共通点なくてただ音出しててリズムとしては合ってたりとかハーモニーとしては合ってるんだけど、全然やりたいことに対してこう来たからそれを支えてあげるとか、こう来たからそれに対して自分はこっち行くけど全体を見て広げてるとか、そういう感覚とは関係なくただリズムとハーモニーだけが一致してお互い技術だけでやりたいことやってるってなると、まあ要は会話でもそうですけど、3人が何かこうお互い助け合って何かいいこと作ってるって感じじゃなかったら、まあ、そこに対してグッと来ないっていうところもあるのかもしれないですね。それでもまあ技術だけ本当に良ければ、その楽器の人、ある一部の人は技術だけを求める人っていうのも絶対いるので、そういう音楽もあると思うんですね。そこにグッと来るか来ないかって僕はちょっと人によるんではないかな。あとは抽象度ですね。ジャズってそうなんですけど、まあ比較的抽象度の高い音楽だと思うんですね。最初は具体的な歌物のジャズっていうのがあったんですけど、要はアドリブっていうものをこうやっていって、他人と違うもの他人と違うものって求めれば求めるほどだんだんこう抽象度の高い演奏になっていくって僕は思ってるんですね。抽象度が高いものって胸にグッとくるんですよ。まあ皆さんごくご存知のムンクの叫びってあるじゃないですか。これですね。あれってすごいなんかこう、ああいうこうなんかこう見えないこう、でも彼の中ではそうやって見えてたんでしょうね。この赤のこうグニャーってした感じとか、 あれはこうそういうこう自分の中の心の叫びですね。友達と一緒に歩いてて、ああいう音が聞こえてきてこういう風になってるっていう、こう友達が2人一緒に橋の渡っていてみたいな、ああいう風にこう叫びがこう聞こえてきたということなんですけど、なんかあのその叫びが
まるで聞こえるかのごとくで、あれってじゃあすごく写実的だったらあんなに売れたかった、そんなことはないと思うんですよ。多分写実的じゃないからこそこうグッと入ってきたみたいな感じなんですね。絵とかもそうなんですけど、だんだん写実的なものよりも写実的じゃないものの方がやっぱり高い値段でやり取りされるというか、まあ、要は胸に刺さるかどうかっていうことなんですね。そうすると音楽もそうで、一度そういうこう抽象的なものでぐさって刺さったものに対して、あまりにも具体的なものだとそのこう感動ってちょっと薄れる気はしたりするんですよね。ただそれも本当に人によります。歌の方がいいっていう人は歌の方がいいと思うし、抽象度が高いと思う人はそれだと思うんですけど、僕は一番良くないのは自分が抽象度高いのが好きだからって言って歌はバカだとか、技術だけの音楽はダメだとかって、やっぱ技術ってやっぱ努力いりますからね。だからあ、これすごく努力したんだなって思うとやっぱりすごく感動すると思う。ただまあ飽きちゃうって感じがしますかね。やっぱりその僕は歌の方がやっぱり長くこうなんてめでれるものなんじゃないかな、心に刺さるものじゃないかなと思ってるんで、技術だけだとやっぱりちょっと飽きちゃうのが早いかなみたいな。で歌一人だけの歌、二人だけの技術っていうよりかもやっぱりみんなでこうなんかこう作り上げてるっていうやつの方がもっともっとこうなんか心に残って長くめでれるんじゃないかな。で抽象度が高くなったものっていうのはまあ高くなりすぎるとちょっとやっぱりエスカレートしちゃうんですけど、ただやっぱり抽象度の高いもの一度体験してしまうとやっぱり具体的なものよりも抽象度高いものの方が刺激は強いんですよね。でもそれを今タイミングによって体調にもよるし、僕もだから抽象的の高いジャズってすごい好きですけど、体調悪いと聞かないですからね。やっぱりこう刺激の強いものっていうのは、まあ要は辛いものとかとすごくちょっと似てるのですよ。だからエスカレートしていくんですね。どんどん抽象度高くて刺激があればあるほどそれを好むんですけど、それって体調悪いときよくなくなるし、あんまり万人に受けるものではないかなと思うんですね。なので、まあ、本当に人によると思います。なので、まあ、技術がなくても人を引きつけるグッとくる演奏っていうのは、多分技術じゃないところに何かをこうジェイさん感じられたの、歌的な部分とか、いやなんかこうやり取りしてる感じとか、こうお互いのこうクッとこう音が寄り添う感じとか、そういうところにこうグッときたんじゃないかなとは思うんですね。そういうところってやっぱグッときやすいんで、でまああとは。そうですね、差は何だと思いますかって、そういうところにやっぱり着目してるかっていう感じですかね。他にもまあもしかしたら要素的にはあるんじゃないかですかね。僕もそういうふうにずっとジャズやってて思いますけど、でもやっぱり技術が高いドラマを見るとおおって思いますね。でも技術だけになっちゃうとなんかこうそこが浅い感じに見えちゃうというか、技術っていうのはやっぱりものすごく多分裏の努力を感じるので僕おおと思うんですけど、やっぱりこういかにこう相手の音を支えてあげてコラボするか、やっぱりこうその人が歌いたい歌が聞こえてくるのか、やっぱり音楽だからね。だからそういう感覚と、あとはそれをこういかにこう、まあ、具体的っていうのは最初分かりやすくて、だからその具体的なことをやるとすごくこうこれってジャズじゃないとかいう人もよくいるんですけど、でもやっぱりこうジャズってやっぱりもともとはこうコラボしていろんなこと考えながらこうやり取りしてるんですね。なんかマイルスの自伝とかメインショートの自伝とか読んでもそうですけど、マイルスも今のドンチェリーのフレーズがパクって作ってみたんだけどいい感じになっただろうとかってショーターに言ってるんですね。だからやっぱりこう他人の引用なんかマイルスもたくさん使うし、こういうやり取りに対してあのやり取りはこうここにあったからこうだとやってるんだけど、それを一時期壊す時期もあったりとかして、だからそれ抽象度高くしてるわけですよ。だけど抽象度が高いことばっかりやってる方はそうでもないんですよね。ちゃんと分かりやすいこともできるしみたいな感じですね。なのでこうやっぱりこうな日本語としてなんかよく分かんないことをやっててでも売れるしってあるじゃないですか。でもそれって根底なんかやっぱりちゃんと日本語が分かってた上でこううまくバランスを取ったから抽象度が高いわけで、最初は普通にやり取りができるっていうのがすごい大事で、だからこう批評家の人ってすごくそうですけど、抽象度が高くないとすぐこうなんかいろいろ書き込んだりする人いると思うんですけど、あれはどうかなとは思うんです。だってその人はその人なりの今の次元にいて、だからだんだん抽象度高くなっていく可能性もあるわけだし、だからこう最初から抽象度高い人ってまあいますけどね、うん、でもピカソなんかも最初は抽象度高くはないですよね。すごく最初写実的なところからスタートしているので、だんだんこう抽象度が高くなっていくっていう感覚に近いのかなとは思います。
でも別にそのピカソの青の時代っていうのも僕も好きだし、そうやって考えるとまあいろんな、まあ、そうやって考えると別にこういろんなものがありなんじゃないかなっていうふうなのが僕の考え方ですね。で、自分が好きか嫌いかっていうのは別にもちろんありますよ。あるけど、やっぱりこれはこれですごくこういう形のやり方でこれが好きな人がいっぱいいて、だったらそれはそれでたくさんの人が幸せになってるから僕は OK だと僕は思ってますし。ということで、今日は、2つの質問にお答えしました。まあ、電子ドラムでシンバルレガートをするんであれば、高く振り上げて練習してみて、で、録音したりとかして、それが、自分がメロディー歌っててすごく歌いやすかったら、それはスイングしてて気持ちいいんですよ、みたいな感じね。一人で楽しくスイングするっていうのは、やっぱり高くスイングしてると、やっぱ気持ちいいですからね。この辺の感覚を身につけていただけるといいかなと思います。で、もう一つは、技術がなくても人を引きつけるグッとくる演奏をする人と、テクニックあるのに聴いてても何も感じない人っていうのは、まあ、これは人によるとは思いますけど、まあ、こういった技術だけじゃなくて、やっぱ歌とかコラボとか抽象的なものとか、そういったものに対してグッとくる。どこに自分はグッとくるのかなみたいな。だからジャズで自分のちょうどいいとこ見つけた方がいいんですね。だからすごく歌っぽい感じの曲もあれば、で、抽象とか高くなれば高くなるほど歌って聞こえにくくなってくるんですよ。でもなんか歌じゃないように聞こえて何かそこに歌があるなみたいなところですごくこう技術が高いというか、こう音楽的なもの、別に楽器の技術が高いわけじゃないんだけど、ここら辺に特化するとジャズのすごいこうグッとくる演奏っていうのがあったりすると僕は思っております。というわけで、ありましたらぜひコメントの方に書いていただいて、いろんな音楽があって、それを好きだっていう人が一人でもいたら、それはそれ別に構わないと思うんですね。だからこう、自分のわからないものがポンってあったことによって、他人をディスったりするっていうのは、僕はあんまり、そんな暇があったら他のこと好きなものを探せばいいかなと思ったりするしね。ということで、何か、もし、私はこう思うみたいなこととかあったりとか、こういうの好きだっていうのがあったら、コメント欄にどんどん書いていただければ、できるだけ目を通して、返信したいと思いますので、よろしくお願いします。また、質問が、メールとかでありましたらですね、コメントでもいい質問がありましたら、こうやって取り上げていこうと思いますので、この後もよろしくお願いします。というわけで、今日は、スイングってどういう意味っていうところでまとめてみましたが、スイングするとか、なんかグッとくる音楽ってなんだろうっていうところを、僕なりにお話ししてみました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。